はい、シュプリームテラテラです。はい、ということで、10時58分ですね、オンラインの方が、間もなく、立ち上がりしますので、まあ、番号の方がね、まあ動画の方見ていただいたらいいと思うんですけど、結構、微妙な番号なので、オンラインチャレンジも、一応念のためしとこうかなというふうに思います。10時59分ドキドキする。というかね、結構ね、この動画長くなってしまうかもしれないんですよね。なので途中途中ね、まあ、カットして、行きたいなと思いますけど、まあ大阪の方も800後半ということで、結構人気ですね。11時だよ。お、来た。T シャツ。まずはね、 T シャツからいきます。はい、T シャツのですね、これ白。サイズは、L サイズでいきます。はい、はい、はい。カートに入ってよ。はい。注文手続き。もう普通にやるのが一番だって最近思うようになりましたね。はい、ポットじゃありません。トラクターですね。なんかこれ新作ですね。新作。はい。送信。バスですか。はい。焦りませんよ。こういうの焦ったもん、ま、おい！おっつ。これ階段じゃないな。階段。よし。3回も来るとちょっときついな。さあ、混んでるんでしょうかね。さあ、どうなんでしょう。順番に処理中ですね。順番に処理中。やばいかもですね。これは待たされるパターンですね。アクセス集中してると。ちょっと待って。違うの狙えばよかったかな。違うの、ね、そのままお待ちください。これですよ。これ。もう配信泣かせというか、これ以上ね引っ張っても仕方がないんでね、ちょっと来るまで、待ちたいなと思いますけど、はい、3分経過しましたけれども、まだですねアクセス集中ですね。これ大丈夫か、これ大丈夫か、これ、いやー、もうまた2時間待ちとかそういうのになるんですかね。これ一旦やめた方がいいのかな。そうなんですね、こういうのがあるんですよね。一旦やめた方がいいのかな。あ、売り切れ、ソールド、早っ。マジで。だからこれはちょっと消して、ソールド早っ。じゃあグレー行こうかな。何色いこうかな。白が良かったんだけどな。白の M サイズいこうか。早っ。フューチュラー人気じゃないですか、これ。いやー、ちょっと。店舗でもこれ、いけんの？うーわー。白が欲しいんだけどなー、普通に。白そんなに人気ないと思ってたんだけどなー。結構、まあ、ボックスが黒っていうことで、ブラックよりもホワイトの方が人気があるのかなー。来ないっすね。ソールドからすぐこうパンとね、パンと言ってくれたりしたらいいんですけど、全然アクセス集中。あ、売り切れ。これは強敵だな。ちょっと待って。他も、結構早い。あ、全体的に早いや。これ削除だな。
や S サイズは小さいしな。悩んでるうちに全部リクエスト。グレー行きたかった。グレー行きたかった。じゃあこれで。早っ、16分ですよ、まだそんなに人気。いやこれワンチャン店舗にかけた方がいいな。ちょっと待ってこれはちょっとな。戻れないのか。売り切れを待つしかない。ソールドを待つしかない。早え。ソールドね。はい、ソールドしました。はい、じゃあ他のは、ちょっとアクセサリーね。4400円か、やっぱり。これいきましょうかね。これ売り切れ商品。外すの忘れてたな。フューチュラー。ちょっと待って、外したいんだけど、これ一旦バックしようか。来た。なんだ今の。はい、OK。それから、買い物続けましょう。T シャツはもう結構売り切れたのかな。全部ソールドアウトだ。早っ。ファージャケも売り切れてますね。わ、92,400円。高っ。104,500円だったんだ。バーシティジャケット。やっぱ10万超えですよね。あとはバケット類はこんなもんか。で、アクセサリーは27,500円。高い。カラビナもね、いいですね。カラビナもいいけど、ちょっとこの辺はステイですね、今回ね。はい、ということで、ちょっと残念ながら買えませんでしたけど、まだちょっと店舗にね、望みをかけて、行きたいなと思います。バンダナ買えましたんでこのステッカーガチャね、楽しみに、したいなと思います。はい、今日は水曜日です。水曜日になりました。商品の方もうね、本当はね火曜日、昨日届いたんですけど、ちょっと開けるのが1日遅くなっちゃいました。もう危なかったですね。もうこのまままた放置して開けずに1ヶ月ぐらいみたいなねところだったんですけども、早速届いておりますので開けていきましょう。やっぱりねこの中、今回ね、ステッカーですよ、ステッカー。それとねノベルティも入ってるかなみたいな感じなんですけど、ノベルティはね、実は、もうすでに、ネタバレになっちゃうと思うんですけど、入ってないみたいなんですよね。ステッカーしか入ってないみたいな。で、私の決済のね、時間がね、何分ぐらいだったかな。5分、え？何分だったっけ？ちょっと忘れましたけどね、果たしてどうなのかみたいな、ことで、とりあえず、商品が割れそう。中身ないっすよ。ステッカーですよ、ステッカー。やっぱりボックスのものステッカーが欲しい。よし、せーの、ドン。どれだ、ドン。え、何これ。普通のボックスロゴステッカー。これかいな。
これちょっと後で見よう。まだ入ってるはず、まだ入ってるはず。ドン。うえい、普通のボックスロゴで最後も形でわかるもんな。せーの、ドン。わあ、やるじゃないか。やった、きたー、きたー、ボックスロゴステッカー、マジで嬉しい、マジで嬉しい。はい、まあ普通の、ステッカー2つと、今回の立ち上げステッカーですね。ボックスロゴ入ってましたよ。他はもう入ってないかな。もう他は入ってないですね。はい、ということでバンダナですね。バンダナ早速開けていきましょうかね。結構3つ入ってるらしくて、大きさもね結構50センチ52センチだったかな。はい、超えてるみたいなんで、早速。めっちゃ硬いな、これ。もうめっちゃ硬くビッチってなってる、これ。うん、めっちゃ硬くビッチってなってる、これ。なんかもう開かないな、これ。はい、まあ、こんなあれに入ってたんですね、シュプリームって。もっと綺麗に開ければよかったな。3枚セット4400円。バーン、出た、出ました。はい、赤色のバンダナですね。お、結構でかい。普通のステッカーと比べてもわかりますかね、この大きさ。うん、十分頭負けますね、これね。うん、ちょっとまあ負けませんけど、うん、十分頭負ける、うん、大きさ。あ、これいいな。あんまり持っていかないんですけど、弁当箱とかこれで包みたいですね。こんな感じ、シュプリーム。あ、めっちゃいいじゃん、これ。これ、3つで、これ3つで、いや、4400円は、ほんと超得ですね、これ。はい。これ、ブルー。おー、これ透け感はこんな感じですね、薄さは。ここからちょっと顔が見える、映るぐらいの感じですね。はい。こんな感じ。で、バンダナしたらこんな感じで、こんなバンダナの付け方するやついるかって感じですけど。おぉ、ブルー結構いい色だな。はい、そして、ブラックですね、ブラック。はい、こんな感じ。シュプリームって書いてありますね。こんな感じですよ。前買った手拭いどこ行ったかな？手拭いよりお得じゃないですか、これ。ねえ。手拭いよりなんかお得な感じしますけど、ブラックも一応巻いときましょうか、頭に。こんな感じですね。巻いたら。バンダナってあんま巻かないけど。あ、これはいいわ。これ4400円は安いな。もう一個買ってもおかわりしてもいいよな。はい、そんな感じですね。はい、一応サイズ測っときましょうかね。サイズ測っときますよ。はい、全部一緒だと思うんですけど、ここが52センチ、54センチか。54センチの、こっちも54かな。こっちも55センチあるな。ん？55センチある。うん。正方形ではなさそうですね。54センチと55センチになってますね。はい。まあ、これ結構いい買い物したんじゃないでしょうか、私。はい。まあ、これが嬉しいですね、やっぱりね。これがめちゃめちゃ嬉しい。あと1枚ぐらい欲しいなと思うんですけど。はい。という感じで、結構、このバンダナまだ余ってますけど、これはね、なんか、いろいろと、本当、頭に巻くだけじゃなくて、いろいろできそうなんで、はい。これもおすすめですね。値段結構安いですしね。うん。まあ、もし3つもいらないよっていうことであればね、3人でシェアして購入してもいいんじゃないかな、というふうに思いましたね。はい。ということで、2024 SS、一発目のオンラインチャレンジでしたけど、まあ結構印象としてはやっぱり相変わらず厳しいなという感じですね。
まあやっぱり在庫数がオンラインは少ないのかなという印象です。はい、今期もね結構人気アイテムなんかは結構苦戦するんじゃないかなというふうに思いました。はい、そしてですね、今週いつもだったら休みなんですけど、1週明けて、ウィーク2が、まあ、来るっていう感じだったんですけども、なんとね昨日、シュプリームからメール来ましてね、まあ今ニュースにもなっておりますけれども、エアマックス DN こちらのシューズの販売の方がどうやら24日、土曜日にあるということで、ちょっと異例なんですけれども、どうやら、新作のスニーカー、ナイキとのコラボが今週来てしまうということで、まあ私ねすでにちょっと予定を入れてしまってましてね、ほんとちょっとどうしようって今悩んでるんですけど、まあオンラインにしてもですね、やっぱりちょっと厳しいなという印象です。はい、まあオンラインもね、しっかりと取れるように頑張っていかないとですね、シュプリーム、やっぱり欲しいアイテムなかなか買えないというようなことになりますので、まあ、今週も、まあ、オンライン、頑張っていきたいなというふうに思います。ということで今日はこの辺で、さよなら。これいいと思います。安い。